東北6県の夏祭りが一堂に集まる東北絆祭りが、昨日、おとといの2日間仙台市で開催され、過去最多のおよそ57万人の来場者でにぎわいました。東北絆祭りは、東日本大震災からの復興を願う東北六根祭を引き継いでいます。昨日午後1時半から祭りのメインイベントのパレードが行われ、山形の花笠祭りのほか、青森ねぶた祭りや秋田竿燈祭りなど、東北6県の夏祭りが共演。踊り手およそ1000人が仙台市中心部を練り歩き、観光客などを楽しませました。復興記念という感じでしょう。だからみんな一つになってるような気がします。最高ですね。最高ですね。やっぱりみんながこう各県が集まってくるねぶた、あのみんな最高ですね。魂がもうジャワメイでも主催者によりますと、2日間合わせて過去最多のおよそ57万2000人の来場があったということです。この東北絆祭りは来年持ち回り開催を一時休止し、大阪の関西万博で出展開催されます。